東京投資クラブの山口と申します今日はですね終身、えー、雇用はもう,もう難しい、えー、ということを、えー、トヨタの社長がですね発言したことについて、えー、投資クラブの、えー、不動産投資歴15年のです、ね、山口が、えー、お話をしたいと思います。で僕はですね、えー、今39歳なんですけれども不動産やったのが24歳の時で今、不動産投資歴が15年ですね。 丸15年とということでまああのある意味そのずっとサラリーマンでいるっていう考えで、えー、社会人になったことは人生で一回もないんですね。それはなでかっていうと二十歳の時からもう30でリタイアしようみたいな、えー、そういうこうちょっとまあ普通から見ると変わった考え方を、まあ、持ってたんでまあそのサラリーマンの就寝,就寝雇用っていう部分についてはすごくこう。 まあこの19年間っていうのはフラットに見えてきたんですね。で僕が思うのがですねあのやっぱりこうのは本当に変わったなと思います例えば20世紀っていうのはあのコンピューターが全くない、ね、全くないっていうかあのめちゃめちゃお金がかかる時代だったんですね。 例えばあの普段皆さんが使う電卓なんかもえ前回のですね、えー、来年東京オリンピック2020年東京オリンピックですけども前回の東京オリンピックの時には、えー、何十万ってしたんですこれが足し算引き算掛け算割り算だけの機能でで、今なんかはもうアプリでタダで手に入るぐらいあのすごくコンピューターって安くなってるじゃないですかなんで20世紀と21世紀っていうのはもうコンピューターの値段が違うっていう部分とやっぱりこのインターネット 情報化時代っっていうことにななたんじゃないかなって思いますで、そういう感じでもう人々のその働き方なんかも変わってましてうーんもう何て言うんですかねこう例えばこういうスマートフォンなんかも、うん、僕はですねやっぱりこう今の若い若い人っていうのはもう今も昔もやっぱり結構否定される存在で。 なんかまあ今の若いもんはとか新卒は人もねこういう一文字で表すとこうだとかっていろいろあると思うんですけれども結構僕から見ると年配の人が全然まあのわからないことを若い人っていうのはもうすぐやってしまうなって例えばこうラインなんかも若い世代から入ってきましたしあのこういう YouTube なんかもまああの小学生ですとか中学生とか高校生とかでも遊び感覚にやってるじゃないですか。 で、こう動画の配信なんかもそうなんですけれども個人が、えー、LINE ですとか FacebookInstagramTwitter とかっていうのはもう発信っていうのがもうこれは昭和の時代に全く考えつかなかなったんですよ。もう発信って言ったら大体はこう、人から人に伝わるなんか悪口とか。 ね誰誰が、えー、好きなんだよとか付き合ったよっていうの、まあ、そういうのもバッと広がりますけれどももうこうやってインターネット使ったら世界中、ね、日本だけじゃなくて世界中一瞬じゃないですか。なんでもう情報化時代っていうのがもうあの始まって何十年って経ってるんですね。で情報化時代になるとどうなってくるかっていうともう。 なんんていうんですかねこう新しい技術っていうのがどん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 入ってくるんで若い世代の方が結構いろんなことを知ってる例えばプログラミングですとかもうプログラミングなんかもこうやってやってるとあのの人がいいいいららなっっててうどどんどんわかかきちゃいますからね例えばあのー、アメリカのまあこの証券会社なんかはそのプロのトレーダーってあの昭和の時代 っていうのはまだ1980年ぐらいの時っていうのはそのトレーダー社内に500人いたってでも今はそれが全てコンピューターになっててそのトレーダー自体は2人,にし,かな2人しかいなくなったってでどん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 優秀な人だけ残して人っていうのはどん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 いらなくなってきてるんですでそれとともにまああのその大企業これトヨタレベルの大企業でも まあ何万人何十万人子会社も入れたらめちゃめちゃ抱えてるわけじゃないですかもちろん有能な人もいればまあ無能っていうとちょっと失礼かもしれないですけれどもその安定ですとか終身雇用にぶら下がっちゃってるそこまで人あのー、面倒を見切れないって 例えば45ぐらいで全然仕事やらない安定してねイエスマンで何もしないっていうそんな人だったら若い優秀な人を何人か入れた方がいいわみたいなまあ、そういうのってのはその自動車業界でだけではなくほんといろんな業界ねあるんですね。なんでどん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 あの終身雇用ではなく やっぱりこう年功序列とかではなく逆に年齢が負債になってしまう時代昔だったらこうやって20代30代40代50代650、まあ、代ってどん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 年収がアップしたんですけども能力級になってくるっていう、ね、まあそれこそ僕なんかはあのー、本来の姿だなと、うん、逆に思うんですけれどもやっぱり どどどどん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 、うん、やっぱこの昭和という時代が、まあ、平成となり、ね、21世紀21やあの20世紀が21世紀になってもう時代っていうのは本当に全然変わってきたかなって思います。なんで僕はこれからの時代っていうのは何にも変化しない人にとっては、ね、スマホとか嫌だよとか、ね、年齢っていうのは不才に変わる。 昭和とか20世紀たら年齢が資産だったのが年齢が負債に変わるそして、えー、た,んただ単にこうやって働いてれば年,年収っていうのはアップするっていうのは、まあ、僕はもうサラリーマン辞めて11年ぐらい経ってるんでまあ完全にバッサリ切りますね、えー、そんなのはあのいらんとじゃなくてねえー、どん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 ,どんこうやっぱり力がある人間は残るとかね えー、僕なんかはその医療業界で福祉制度なんかもこう勉強してたんですけれども例えば医療保険っていうのもあの昔だったら高齢者っていうのはタダだったのがもう今だったら1割負担お金持ってたら2割負担、ね、3割負担にもなるっていうふうに言われてましてなんで医療制度なんかもどんどん変わってきましてもう仕事による安定っていう、えー、昭和だったら仕事による安定っていう時代からやっぱり うん本当の意味で例えば不動産を持ってるですとか、えー、株を持ってるとか自分で何かこう例えば YouTube の動画でもやっぱり人の役立つことは発信できるとか、えー、そういう、えー、サラリーマン以外の技能っていうのは本当重要になってくるんじゃないかなって。なんでまあ僕はこの発言っていうのはどちらかというと肯定的に捉えててやっぱり本来人間が。 あのー、本当の実力で生きていけるような時代があのこれからやってくるんで、まあ、僕とししててはすすごくま僕なんかはどっちかというとその安定っていうものに対してはもうこう昔から捨ててますんでじゃなくて安定がないからこそ人っていうのは成長するだろうし逆に未来が決ま,決まってたらやっぱり努力しなくなると思うんですよね。 えそういう感じであのー、このやっぱり日本でもほんとトップの会社がこうやって終身雇用がね難しいってね本音を言ってくれてなかなか時代っていうのはすぐには変わらないと思いますけどねやっぱりその反対勢力も多いと思いますしえでも僕はこの発言っていうのはあの本当にプラスに捉えていますえそういう感じですねえ東京投資クラブではこういう、えー、情報なんかもね提供しますんで是非、えー いいと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。